たんでしょう。柴田の患者でも撃たれたんだろう。さあ戦の始まらぬうちに品物をさばいちまわなきゃな。長浜だけでさばけますか。うん、羽柴様の軍勢が入ってから城外一帯は素晴らしい繁盛だそうだ。私も行ってはいけないの。いやダメだ、女はいけない。向こうの足軽どもが何をするか分からないでな。それにお前には源一がいるんだ。うちで留守して立派な侍になっといで。出された望みもいい加減にするがいいんだ。気違いやろめ。大きな望みを持たずに出世ができるか。望みは大会のごとしか。夢でも見てんのか。槍や刀の持ち方も知らないで侍になるもないもんだ。運を守って働かないと銭にはきっと不幸せが来るよ。それは俺が出世してから言ってくれ。弓矢八幡大菩薩も将来あれだ。俺はもうつくづく貧乏が嫌になったんだ。兄貴一緒に連れてってくれ、頼む。まだ言ってるのか。つまらない望みは捨てろ。俺は町まで車引っ張っていく。いい加減にしないわバカ野郎。兄さん夢を見てるんだよ。長浜へ行けば出世の鶴が転がってると思ってるんだ。困ってやつだ。じゃあ宮城、そうな欲を起こして藤兵衛ばかりじゃない源十郎だって同じことだ。商いもいいが、どさくさ紛れに儲けたような金は決して身につくもんじゃない。金が入ればまたその上に欲が出る。それよりもまあ戦に備えて支度をしておくことだな。源十郎が帰ったらお前からよく意見をしてやんなさい。はい。なごめんくださいませ。あ、父ちゃんだ。おかえりなさい。いいか、見ろ。これは何を言ってるんだ。まああの品物がこんなに。おい、持ってみろ。え、見たことあるまい。早く見せたくせ飛んで帰ってきたんだよ。これが飽きないというもんだ。お前にも分かってたろ。藤兵衛さんは一緒じゃなかったんだ。あいつな、長浜の位置の人混みで立派なお侍を見ると俺の止めるのも聞かずにその後くっついてしまった。正月が一緒に来たような。来る年も来る年もせめて着替えの一枚も買いたいと思いながらどうにもならなかったが、やっと望みを果たした。どうだその嬉しそうな顔は。
この小袖が嬉しいのではありません。買ってくださるあなたの心が。あなたさえいてくだされば、私はもう何にも欲しくありません。まあ、見ろ。干し芋、油、干し粉、甘酢、餅。万事金だ。金がないから辛くもなるんだ。望みもなくなっちまうんだ。よし、お父ちゃんはもっと働くぞ。ひどっくりだな。もっと儲けるぞ。さて、焼けるだけ焼き物を作るんだ。わずかばかりの出来合い物で、あの通り銀三枚に売れたんだ。もうおよしなさい。お金はこれでたくさん。名主さんの話では明日にでも柴田様の軍勢が来るかもしれんと言います。こんな時を見かけていかずとも。何を言ってるんだ。戦だからなおいいんだ。そこを儲けてきたじゃないか。前にうまくいったから、この次もまたうまくいくとは限りません。あなたの身にもしものことでも。取り越し来るわ。やめろ。おお、本も兄さん。心配するな。あんなボロを着た百姓を家来に雇うような侍はないで。もう帰ってくるよ。心配しなくとも。さあ上がって一杯お飲み。回すんだ、しっかり。はい。子供溶ける子供仕事にならない。早く仕上げてしまわなきゃ間に合わないんだよ。さあ、お仕事の邪魔になるからそこに座ってなさい。お母ちゃん、おっぱい。しょうがないな。後であげるからね。さあ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 、もう一踏ん張りだい。人柄が変わったように気ばかり焦って、私は夫婦とも稼ぎで気楽に働いて三人楽しく日を過ごすことができればと、そればかりを願っているのです。また長浜行こう。今度はうんと金儲けるだ。分け前はくれるだろうな。当たり前だ。三つ一つはお前にやるよ。金が見たい。金を手に握ってみたい。うちの人も兄さんも今度ほど一生懸命に働いたことはない。この釜の中へ男の力も魂も何もかも投げ込んでしまってさ、もしもこれでしくじったら二人ともどうなるかわからない。親子三人楽しく暮らせればそれでいいのに。危ない橋を渡って男の人には勝てない。うちのような地道な人があんなになって一
草は人まで変えてしまうのね。でもお金を儲けようというのならいいじゃないか。なんだろう、あなた起きてください、うん、起きて、うん、あ噂にたまわず柴田の軍勢が来たんだな、うん、どうだ東米見える見える、村の人が雲の子を散らすように逃げていくぞ。どうしましょう、今火を絶やすことはできない。ちくしょう、火を消して止まるから家に押し入ったぞ。何か挑発に来たんだな。源氏、源氏、どうしたんだろう。しょうがねえさ。うちの人知らないか。そう、出ねえな。
少なくなったようだ。源次郎どこ行く。今降りたら危ないぞ。侍はすぐ引き上げていく。もう少し辛抱しろ。待ってろ待ってろ。待ったほうがいいぞ。そんなのんきなこと言っちゃいられない。言っときゃ。あらそうだ。行かないでください。火が消えたらそれ聞いたかまはもう諦めてください。捕まったらどうします。引きは消せねえ。かまはまた焼けます。またいつでも焼き直せますから。行かない。見捨てられるものか。捨てないぞ。行かないで。しまった。火が落ちた。あなた。ダメだ。火が消えちまった。船頭の娘だ。おい、船をこぐのはお前の役目だ。いいか。途中は大丈夫でしょうか。裏道伝いに尾上の浜へ出よう。だが船が手に入るかな。尾上の浜へ出れば捨て船の椅子は椅子はある。さあすぐ鎌出しするんだ。おい、行こう。おい、
が深いから気をつけろよ。源一、これが湖だよ。綺麗だろう。ええ、もう心配はないぞ。ああ、よかったよかった。船でよかった。丘で行けば今頃はもう命がなかったね。明日の朝までには大溝へ着く。あそこは名だたる優勝丹羽五郎左衛門様のご城下だ。長浜よりももっと繁盛だぞ。お前も俺も今度は大金持ちだ。宮城のお浜も金持ちの女房だ。これは中野坊へ蔵を建てる。これは具足を買う。船幽霊。違う、幽霊じゃない。俺は海津の船頭だ。荷を積んで安土へ行く途中で海賊にやられた。見せてくれ見せてくれ。気をつけろよ女。戻りましょう。これはきっと言ってはいけないという印です。さあ、女は岸へ戻そう。俺たちは運を天に任せ。行かないでください。私は行くよ。この人は目が離せない。女はさられるぞ。その時はその時だ。どうでも行くなら私も行きます。どこまでも連れてってください。お前には現実がいる。連れてってください。おい、お浜、戻るだ。早く来い来い。すぐ帰る。10日とはかかる前で待ってろよ。あなたも気をつけて、賊が出ても手向かわないでくださいよ。ああ、分かってる。表街道行っちゃダメだぞ。裏道を通ってさっき言った通り美濃街道の裏山へ入るんだ。当分はうちの方へは近寄るな。いいか、辛い苦しいと言ってもしばらくだ。我慢しろな。東部さんも大浜さんも頼みますよ。いいよ。帰ってくるから安心して待っておいで。おい、源一を頼むぞ。たんまり銀を持って帰ってびっくりさせてやるでな。お父ちゃん。気をつけてくださいよ。ご無事でねー。
気をつけてくださいよ。お父ちゃん。飯碗と皿とそれから壺でございますこの山陰の靴木屋敷です。届けてくれます。お金はその時にお払いします。ありがとうございます。見えるか。立派なお侍だ。しかし槍を持たねば。よし、これ。それ。おお、これ。いくらだ。いい一枚だ。よし。
願い、私のこの姿を女房がこんな目に遭わされて、それが満足だろう。それで出世ができれば、お喜びなんだろう。同盟の大馬鹿野郎、同盟の若者。連れの者が戻るまでちょっと荷をお願い申します。ようございますと。すぐ戻ると思います。そうです。どうぞお願い申します。これはいくらだ。買うつもりか。まあ、寝と相談だが。お前らのかかに着せるもんじゃないぞ。体が腫れるぞ。金は持ってるぞ。もしもし。はい。案内がのうてはわかりますまいと思いましてね。これはどうも恐れ入ります。ついておいでなさい。はい。でも私はもうこれで。若狭様もお待ちです。さあお入りなさい。あの若狭様とおっしゃるのはあのお姫様のことでございますか。朽木左衛門様のご入りです。早くお通りください。遠慮はいりません。
苦労で。お入りなさい。あなたは北近江の源十郎様でございましょう。どうして私の名をご存知でございます。うちの雑踏の中でむしろに並ぶ焼き物を見て、私は自分の目を疑いました。青ぐすりのキラキラと光っているのが水晶を散りばめたように見えるではありませんか。私も父に教えられて少しは物を見る目を持っています。どうしてあんな美しいものができるのか、お目にかかってお話が聞きたかったのです。人に伝えてはならぬ秘伝でもあるのですか。いいえ、秘伝というほどのこともありませんが、薬の掛け塩梅や土の扱い、長年の手慣れでございまして。手慣れの末の美しさ、優れた腕のお方から初めてあんな美しいものができるのでしょうね。恐れ入ります。私の作ったものではありませんか。あなたの焼いた器でお酒がいただいてみたくなりました。こんなお方のお目に留まって幸せなやつだ。百姓片手間の仕事ではございますが、自分のこしらえましたものが子供のような心持ちがいたしまして、大事にかけてくださるお方があると嬉しくてなりません。しかもこんなお立派なお座敷であなた様のような美しいお方のお手に触れるかと思うと夢のような幸せでございます。いいえ、私のような落ちぶれ者の手にかかっては心を込めたお作が泣きましょう。さあ、お一つ。自分の作ったものがこれほど美しく見えたのは初めてです。人も物もところによってこうも値打ちが変わるものか。茶碗も皿も
立派なお座敷に出世をして間をついています。あなたの腕は貧しい片田舎にうずもれて終わるものではありません。あなたは持っている才をもっと豊かにしようとお思いにならなければ。それにはどうすればよろしいのでございましょう。若狭様とお語らいなさればよい。またと言わずこの折にお千切りなされたらよい。信長のために憎むべき信長のために滅ぼされました。後に残りましたのはこの姫様と乳母の私だけです。
殿様のお心は今もまだこの屋敷にとどまられ、姫様が回れますとこのようにお歌いなされるのです。立派な良いお声でございましょう。姫様のご祝言をお喜びになっておられるのです。私はあの声を聞くために。まだお目覚めにははようございます。ゆっくりお休みなさいまし。私はどうしたんでしょう。あのおっしゃりよ、何もかも忘れておしまいなされたよ。のお手を取って弱みをさせておあげなさいませ。もう右近は手を貸しませぬよ。魔性の女のように思っていらっしゃる。そうでしょう。でももうあなたは私のものになりました。これから私のために命を尽くしてくださらなければいけません。あんたさんがおののけ、
魔性のものでも構わん。わしはもう綾瀬様を話しますけれど。こんな楽しみこの世にあろうとは知らん。醍醐味だ、天国だ。今のうち裏街道から逃げれば大丈夫だ。そこを左へ取って。ありがとうございます。気をつけて行きなさいよ。
会社殺せよ。そうな大将首を拾ったの？いや、拾ったのではありません。私が突き殺しました。佐久間康政が陣中にその人ありと聞こえたる。不破勝次は名もなき増用の手にかかると思うか。いや、しかし拾い物にもせよ貴様の手柄に違いない。褒美を使わそう何なりとも望め。はっ、はっ、待て鎧と家来をいただきとう存じます。魔に鎧と家来か。よし、使わそう。味のことを言うやつだ。立派な武者ぶりだ。僕の御家中の侍大将です。不破勝重という豪傑を討ち取った方だ。ほう、お名前は？皆様の家中、出世頭の中野子の当面様だ。あやかりたい奴はよく思わんとおけ。国へ帰るのだ。この姿を見せてやる者が待っているのだ。そんな暇はない。お頭、出世祝いを兼ねてのご器量の見せ所です。寺一同楽しみにしておったのです。そうか、よし。丹羽黒左衛門の幕下、中野郷藤兵衛休息いたす。席を申し付ける。席をここに決めて使わす。ありがたくお受けいたせ。ありがとうございます。なされましたか。私ども汗の参考のためにぜひお聞かせください。お願いします。方角のためにぜひ。何、大したことではない。まず頭だ、知恵だ、それから腕、力だ、武術だ、武芸だぞ。それから気を見る日々になること、早草のごとしだ。人生高きところより下界を見る。作用すればカラクリの大軍略家諸葛孔明のごとくに万事が見通せる。これだ、明敏なる頭脳の働き。
分かったか。恐れ入りました。なるほど。それから日本の軍学としては楠木流、甲州流、鉄砲は金丸流、双日は大坪流、次に築城、すなわち城を構えることだな。それから備えの術だ。核翼、魚輪、車上がりと、まあ、こういろいろあるが、それから孫子を知ってるから。え、知らぬ孫子を。孫子は最後戦術の大家だ。今朝の軍長。なることができたんだね。お前が出世をしてる間に、私こんなに出世をしたよ。こんな綺麗な衣装を着て、紅を白を濃く塗って、好きな酒をたらふく飲んで、毎晩違う男と寝ているよ。立派に女の出世じゃないか。満足だろう、本望だろう。人が偉くなるためには嫌な辛抱しなければならないさ。女房がこんなに落ちぶれても、お前が出世をすればそれでみんな帳消しさ。さあ、今夜お前もお客になって、巧妙立ててもらった褒美で、落ちぶれ女をこの私をお買いよ。おあま、利子も出世もお前がいればこそだ。嘘だ。侍になれれば私などどうなってもいいと思っていたんだ。違う。おっ、石にすれば褒めてくれると思ったんだ。俺はお前がこんなになってるとは知らなかった。私が諦めてしまったの。みんなお前の罪だ。元の私に洗い上げることができるから。できると思う。それができなければ私は死んでしまうだけだ。できると思う。きっと元のお前にする。幾度死のうと思ったかわからないのに、もう一度会わなければ死にきれなかったんだよ。その心が憎らしい、憎いらしい。死にきれなかったんだ。これと少し足りないが、曲げてくれないか。それではこれはこっちに引いときましょうか。それも欲しいんだが、楠木屋敷まで来てくれ。足りない金は払うからな。楠木屋敷。そうだ、あの山陰の楠木屋敷だ。これをあげます。帰ってください。お金もみんなあげます。帰ってください。待ちなさい。何かご用ですか。恐ろしいことだ、まがごとだ。え、何がですか。よくお前の顔を見せてほしい。私の。そうだ、立ち話もできる。さあこっちへ来なさい。はい。お前の顔には
思想が出ている。何か怪しいものに会いはしなかったか。いいえ、別に。お前はうちはないのか、妻子はないのか。お前を頼りにするものがあるなら早く帰れ。この上さまようていては命がない。早く帰りなさい。なぜでございますか。わけはない。命がなくなるのだ。私は今くつき屋敷で若狭様と楽しい日を過ごしているんでございます。それが至上じゃ。バカバカしい。お前は望んではならぬ恋を望んだのじゃ。妻子が愛しくはないのか。妻子も命も捨てるのか。待ちなさい。それほど行きたくば行くがよい。だがみすみす取り殺されるものを見捨ててはおけぬ。資料を払ってあげる。来なさい。その目でその耳でしかと資料の恐ろしさが分かれば夢も覚める。立派な洋楽を。嬉しいこと。よく心がつきました。よかった。あんまりお帰りが遅いのでずいぶん案じておりました。何やらお元気のないお姿。どうなされました。どうなされました。もう外へ出てはなりませぬよ。ご一族が滅ぼされてしまいなさると、私どもを侮り下げすぎあらぬ雑言を吐くのです。浅ましい世の中。源十郎様、あなたをもうどこへもやりたくない。ね、この屋敷を捨てて私の国へ参りましょう。源十郎様は私の生涯の夫、言ってくれますね。許してください。私は嘘をついていたのです。私には妻や子供がいます。国に戦の中に残してきたんです。そのようなことはもう忘れておしまいな。帰らせてください。いいえ、返しません。私と一緒に国へ帰りましょう。すぐに。どうなされた姫。何やら肌につけている。肌。源十郎様。あなたは肌に。その肌につけたものを取り出せ。
なぜ契りを交わされ。わからない。なぜこんな過ちを犯したのか。男は一旦の過ちで済もうが、女はすまぬ。お許しください。私は国元へ返してください。いや、返さぬ。仏の祈り、呪い、それを拭いなさい。拭わなければ許しはできぬ。源十郎様、あなたはどうしてこのような恐ろしいことをしてくださいました。若様、いつまでもおそばに置いていただきとうございます。いつまでも。若様はこの世に生を不意の情けも知らずに墓のをなられました。そのご不憫なお姿を見るにつけ、せめてただ一度女らしいお幸せをお知らせ申したい。姫様をお連れ申し、こうしてさまよい出てまいったのです。その願いが可能で、あなたのような良いお方に巡り合い、一生にただ一度のお方らに、やっと思いを遂げられた喜びのさなかに、今お帰りなされてはもう二度と会うこともできません。姫様のお幸せをそんな儚いものにされて、お心に咎めはしませんか。口惜しくは思われませぬか。源十郎様、そんな恐ろしいお心はお捨てください。そして末永お姫様と。お許しください。お許しください。前から行方の知れないご神宝だぞ。違う、靴木家の若狭様のところにあったものだ。盗んだのではない。何、靴木家。そうだ。夢でも見ているのか。ここが一門死に絶えたその靴木の屋敷跡だ。こいつ口から出まかせを言いよる。このご神宝が屋敷のどこにあったというのだ。怪しい奴だ。体を改めろ。お、いや、それは違う。わしの金だ。返してくれ。黙れ。似たような時だ。ゾーンにぶち込んでくれるんだが、今はその牢屋も柴田勢に焼かれてないんだ。情けだと思え、幸せな奴めは。
宮城。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 遅くなった。あなた、すまなんだ。お帰りなさいます。佐藤、佐藤、心配しただろうな。ようございました。無事でよかった。本当に無事でよかった。よかりました。源一は寝ています。抱かせてくれ、抱かせてくれ。源一、源一、帰ってきたぞ。お父ちゃん帰ってきたぞ。お父ちゃん帰ってきたぞ。抱いてやろうな。抱いてやろう。抱いてやろう。抱いてやろうな。もっと立派な土産物二人に持ってきてやろうと思った。こんなもんで。僕やな、俺は大変な過ちを。何もおっしゃいませんで。あなたは無事に戻ってきてくださったんですから。目が覚めた。お前の言う通り、俺の心は歪んでしまっていた。もうそんなお話はおやめになって。さぞお疲れでございましょう。さ、お酒もできております。お鍋も食べ頃に煮えておりますから。としたら、また格別の酒の味だ。静かだな。源一、さあさあ寝かしてやろうな。どこへ行っても気持ちの落ち着く日は一日もなかったが、戻った戻った、ああ戻った戻った、戻ろうよ戻ろうよ戻ろうよ。ふるさとは、
おい、誰かいるんだろう。おい、ちょっと開けてくれ。ちょっと開けてくれ。誰がいるんだ。開けてくれ。長井様、源次郎、帰ってたのか。どうも留守の間いろいろお世話になりまして。ああ、いたいた、坊主。どこ行ったかと思って心配してたら、はあ、よかったよかった。ああ、よかった。お前が帰ってきたのがすぐ分かったんだな。おい、宮城、源次郎、お前夢でも見てるのと違うか。夢。宮城は落ち武者に殺されたよ。殺された。まあ、無事でいてくれりゃどんなに喜んだか知れないと思うんだが、かわいそうに。宮城が死んでからこの子はわしが引き取っているのだが、急に見えなくなったので夕べから大騒ぎだ。親子というものは争いものじゃな。お前が帰ってきたのをこの子がどこで知ったのかな。でもお前さんはバカだから自分で不幸せな目に遭わなきゃ気がつかなかったんだね。戦が俺たちの望みを歪めてしまったんだ。私の苦労を無駄にしちゃ嫌だよ。しっかり元気を出しておくれね。なぜ死んだ宮城、なぜ死んだ。死んではおりません。私はあなたのおそばにおります。あなたの迷いももう消えました。本来の場所で本来の姿に戻るのです。さあ早くお仕事を。まあ、きれいな形だこと。こうしてろくろのお手伝いをしているのが楽しくてなりません。早く焼き上がったところが見たい。薪は割ってあります。もう乱暴な兵隊もいません。安心して立派な焼き物を作ってください。いろいろなことがありましたね。今あなたがやっと私の思うお方になってくださったとそう思った時、私はもうこの世の人ではなくなったのです。これが世の中というものでしょうね。
かるたろ。一服おし。食べ。兄さん、冷めないうちに。